一番最初にテレビに映ってたのは阪神タイガースの選手です。淡井圭介、阪神タイガース側で勝ちに行きます。球場にいらっしゃる選手、監督、コーチ、審判、放送席、スタンドにいらっしゃる方たち、淡井圭介本人です。阪神タイガース側で勝ちに行きます。それと YouTube にアップロードしている内容で物事を進めます。淡井圭介は話す言葉も心の声も頭の中も使用します。基本的に話す言葉を使用しているのは証拠を残すためです。淡井圭介本人リアルタイム型です。ずっと組み上げているのはピッチャーが投げるまでの間に、淡井圭介の頭の中をバットコントロールプラス選球眼で近本選手にお渡しいたしますと。
そういう風な内容です。その先ほど喋った内容は、近本選手を見た瞬間、近本選手の方が頭の中へ行きます。先制点狙っていきましょう。さあ先制点狙っていきましょう。先ほどの言葉は阪神タイガース側で言っています。世界のルールは法律です。表と裏があります。ナイスバッティング。先制点の話と、あと表と裏の話ですね。それで平等に攻撃のチャンスあります。今のフェアゾーンにしっかりとボールを運ぶような形で打っていただきたかったですね。まあ、シーズン開幕、まあ、こういうふうな言葉の組み上げも必要かと思われます。ケイスケの全力と力と頭の中を大山選手にお出しいたします。言葉の意味通り固定。よし、オフカード
今日はあの辺りのボール、審判はストライク判定しますね。安心、安全、快適を突き詰めた私たちの自信作に入り切ります。当然阪神タイガース側で勝ちに行きます。他の球団のことも考えたら当然そうです。正直最初の方のこのバッターに対しての1球目ストライクゾーンに見えましたね。今度は取りましたねストライク。先ほど1球目も少し低めだったと思うんですけども、まあ審判のコールによって試合が覆らないようにこちらは気をつけています。もともとあの部分は あの場面はあの辺りの場所をストライクとしてコールされてますね。もともとということで、
心の中でコントロール中心に青柳選手へ頭の中をお渡ししますとしっかりと言葉が組み上げれてますね。子供の意味通り固定と。ここまではご覧のスポンサーの提供でお送りしました。美味しくなってる。シンプリサイボール缶です。出たアンクルトイス。いや店長ですって。いやいや寄せてるよね。美味しくなったぞ、シントリスハイボール缶。香辛料なしなし、何年住んでもなしなし。だから長く住むのにいいね。香辛料なしの UR であるキャンペーン中。丸番製麺は一軒一軒の製麺所。美味しいうどんはうちだけ生でしか生まれない。そう信じて粉からうどんを作る。その打ち立て生もさらに美味しく。この春すべての店に名職人が誕生。これぞ製麺所にしかできない。これが職人なんだ。ここのうどんは生きている。丸亀製麺。出たよ、プニプニの餌に誘われて食べたらない。これ周りの仲間も、これ僕だけ一年になくなる。ファイタープロ。うらめしや、うまきら。そういえば、プレゼン資料を作ったんだけど、どうかな。へえ、そうだ。プロレベルですよ、これ。はい。例の場所へ。本当に、俺が作ったんだけどな。待てめえ。こんなに歌うなんて、かっかりだよ。絶対し。いや、俺様いっぱいやるね。いや、怖いって思ったら、プレゼン資料が。ケースケの全力の力と頭の中を佐藤寺明選手にお渡しいたします。言葉の意味通り固定。 C という言葉は引き物をする言葉ですね。C という声を使ってくることによって言葉の組み上げ、証拠を残す方向の内容に対してコンピューターが抵抗してきていますね。撮影している以上継続です。エッシュの独学です。テレビをつけている間Thank you.
今のも心の声でしっかりとファットコントロールプラス選球眼、淡井圭介の頭の中を前川選手にお渡しいたしますと、文章の前後私を違ったとしても意味は同じですから効力はあります。打ち方もすごく的確だと思いますね。今日はストライクゾーン広めに審判の方、取ってきてますんで、ああいう風な際どいところはああいう風に流し打つ、とても理にかなっていると思います。坂本選手に淡井圭介の頭なんかお渡しいたします。言葉の意味通り固定、今のは言葉が組み上がってなかったから間に合わなかったからやっぱり簡単にストライク取られています。甘いボールだったんですが打つこともできていない、こういう状況ですね。頭の中バットコントロールプラス選球眼を坂本選手にお渡しいたします。言葉の意味で固定、坂本選手を見たときその効力が坂本選手の方に行きます。淡井圭介の頭の中をバットコントロールプラス選球眼坂本選手にお渡しいたします。言葉の意味通り固定、坂本選手を見たときにその効力は坂本選手でいきます。そうですね、今解説席の方がおっしゃってたように8番からトップバッター近本選手までつながると、打線がつながるということですね。クイズ要素もあります。コンピューターのその稼働の仕方で正解か不正解か、まあそういったところで物事が判断されます。まあファーストストライクもしっかりと振りに行けていたので良かったと思います。頭の中も行っている感覚はありましたので、まあしっかりとヒットにできてなかったところが気がかりなんですが、まあ正直その今日 YouTube でアップロードしている内容、横浜ベイスターズが優勝して、まあ、日本シリーズへ行くべきであると、まあ、パリーグは、楽天で、楽天かロッテという形ですね。ですね、まあ時間的に他の球場の試合も始まってるでしょうし、まあ、あとは天気ですね、全ての試合が行われているのかどうか。ここは阪神タイガースはしっかりと巨人を、勝ちに、巨人に対して勝ちに行くと、勝利すると、あ、そういうことですね、阪神タイガースは。
ところはそうですね、なんかちょっと画面が今コマ送りになっているんですが、ちょっと一旦ここにして、先ほどの内容再開です。あと天の神様への安全の祈り、本日もしっかりとしています。朝に今の一球とても良かったですよね。投げ込んだ位置が、あの位置低めを引っ張って、左中間、まあ距離が必要なところですね。まあバットもやや先だと思いますね。天の神様への安全のお祈り、それによって頭の中はしっかりと青柳選手へ行っています。まあその内容で今度は言葉の組み上げを心の声で行っていました。未来の価値を想像する。
カナダの最高 UV カット日焼け止めなのね外出先は爆安でホテルに泊まりたいアゴダならお安いご用だアゴダ爆安で航空券を取りたいアゴダならお安いご用だアゴダ国内旅行も海外旅行もアゴダならお安いご用だアゴダホテルも航空券もまるっと予約アゴダならお安いご用だ今、他球場の様子を見てるんですけどね。試合が行われているかどうか。今シーズンも NPB と審判団協力のもと球審カメラに加えて1塁2塁3塁の球審のカメラを装着いただき全審判カメラを実施します。迫力ある映像をどうぞお楽しみください。さあ9番の青柳からというところになります。まずここは1番近本2番中野に何かを出す形に回してもないということでこの回、3回の表の最初の対戦になります。積極的に振っていってはボール2ストライクです。まあ、阿部監督になってからの最初のゲームなのでとても大事である。WHO 世界の保健機関により睡眠時間はかけないようにしてください。使い物の法律です。はい、ボールですね。あとは落ちるボールとかが多いですからね、戸郷選手、緩いボール。走りやすいといえば走りやすいと思いますね。右ピッチャーですし。ナイスバント。全力の力と頭の中を森下選手にお渡しいたします。言葉の意味通り固定。森下選手を見るとその効力は森下選手の方へ行きます。バットコントロールと制球のプラスで。
最後でと言ったところがですと言った方が抜けていた可能性がありますね。打球が頭の中はしっかりと言ってたんですけど、森下選手の打ち方は良かったんですけどね、もう一押しといったところですね。そうですね、バッターとしてインパクトの瞬間に阪神タイガースのバッターが打者の時にインパクトの瞬間に青木エスクの腕の力がいくようにしておきます。言葉の意味通り、ここで阪神タイガースの選手を見た時にその効力はその内容でいくようにしておきます。